どうも、てるえもんです。今日なんですけども、フュージョン360でテープカッターを作っていきたいと思います。ただですね、ゼロから作るんではなくて、3D スキャンしたデータがあるので、こちらを使って読み込んできてですね、フュージョン上で 3D モデルを作っていきたいと思います。こちらはですね、レボポイントのミニっていうですね、3D スキャナーで、スキャンしたものになります。ですね、ちょっと撮ってみたんですが、ちょっと一部撮れてないところとかも若干風にあったんですけれども、うまく撮れないところですね。ただ、フュージョン上でデータ作る分にはこれでも大丈夫かなというところで、このデータを取り込んできて、フュージョン上でモデリングをしてみたいと思います。今回ちょっとリハーサルしてないので、ちょっと行き当たりばったりになりますが、ちょっとやってみたいと思います。それではメッシュ多分ここにあるメッシュを挿入からデータ取り込んでいきます。こちらですね。はい、ちょっと重たいデータになってるかもしれないですね。今、取り込んできています。STL データで、エクスポートしまして、今読み、フュージョンにインポートしてきたという形です。で、原点から今離れてますので、ちょっとまずざっくりと近づけていきます。固まりましたかね。結構重たかったかな。ある程度簡略化はしてたんですけれども。ダメでしたかね。をしますか。固まります。今回スキャンしたデータなんですけども、あとここに本当はギザギザがきちんとついてるんですが、そこもちょっときれいに、ちょっと取れなかったので、ちょっとここはちょっとモデリングの方でカバーしていきたいなと思います。まに穴もですね、奥までは取れてないので、この辺も、フュージョンのモデリング上でちょっとカバーしていきたいと思います。ここ円を抽出して押し出してカットしていけばできるので、そんな感じでちょっとやっていきたいと思います。固まってますかね。はい、ちょっと落ちずには済んだんですけども、ちょっとかなり重たくて動かすのは大変そうなので、ちょっとフュージョン上で、メッシュをちょっと減ら、メッシュのこの細かさをもうちょっと粗くしていきたいと思います。ソフトウェアなので簡略化っていうのがあるんですけども、フュージョンにも取り込んできたので、ここ上で、メッシュの方を、削減ですかね。こちら選びまして、ちょっとプレビューしてみますか。よいしょ。ちょっとかなりちょっと重たそうですね。ちょっと拡大しておきますね。こういう状況ですけど、これでちょっとプレビューしてみます。比率 25% ぐらい削減するって形ですかね。結構大変そうですね。ちょっとこっちのレボスキャンの方でも比率で簡略化してきますか。70% とか。パソコンに両方負荷かけてる状態ですけども。だいぶ減りました。フュージョンの方。OK をしていきます。プレビューで確認したところ、ちょっとだいぶ面の細かさが、
少しだけ粗くなったので、もう粗くするとですね、まあ面がちょっと、細かいところのディティールが崩れたりする場合あるんですが、まず今、型が重くて動かないので、ちょっとまあ削減って形で、この三角形の面の数ですね、ポリゴンの数と削除しました。これで少し動かしやすくなるんじゃないかなと思います。でまた移動コピーで、なんかこれでまた重たそうですけれども、ちょっとまず動かせるだけ動かしますね。で、また移動コピーで、どこにしようかな。この辺の中心を極力、この検定しますか。モデル作りやすいよ。ちょっと重たいですね。はい、ちょっと今固まってる状態です。固まりそうです。大丈夫かな。この調子で大丈夫ですか？一回置きボタン押しておきます。で、そのちょっとずつ動かしていきますね。まあ、だいたいここが今中心になるように作っていけたらなぁと、ちょっと今思ってます。ここの下でもいいかな。で、こちらから見たときはあまり気にしてないんですけれども、じゃこの辺に合わせますか。ざっくりと。なんか今上から見た状態か。ちょっとこんな形で今作ろうとしてますが。はい。ではここからモデル作っていきたいと思います。ちょっと影消します。はい。今原点をここに合わせてる状態ですね。で、まずここの面のあたりの断面を取りたいので、ちょっと平面をちょっと、まあ、ここに、ちょっと原点ここにしたんですけど、ちょっと平面を少し動かして作ってき、あの、メッシュの断面を切る位置をですね、今ちょっと作成しようとしてます。この辺がちょっと見えない。よいしょ。この辺でカットしてみたいと思います。メッシュダメスケッチを作成で、ボディはこちら。取れてますかね。はい。まず外側からちょっと作っていきたいと思います。今、スケッチが、ここに取れました。なので、この断面を押し出していくと形作れるかと思います。外側の輪郭の方ですね。作っていきます。スケッチを編集で、このオレンジのままだと形状作れないので、ここから、まあ普通に線分でもありますけど、メッシュダメスって曲線を作成という機能があるので、ちょっと使っていきます。で、円で、ここの円を作ろうと思います。円か。はい。多分今変更がこうできたと思うんですけれども。どうしていこうかな。ちょっとまず主要の部分をちょっと作成していきますね。直線だと、ここが直線です。
できたか。はい。一個一個、業者の。この辺のすみません、あの、機能をきちんと、理解してるってことはないので、一応ちょっと違うかなとかあるかもしれないですが、でここも直線じゃなくて、まぁ、あ、ちょっと曲線っぽいですけど、ちょっと直線にしちゃいますね。で、そうですね、ちょっとこの辺は、ちょっとすみません、これ頑張ったらその断面に沿ってっていうのでやってましたが、ちょっとこう、ちょっとこう、ラフに合わせていきたいと思います。こんな感じで。で、この辺を押し出していけば、まずい形できるところですよね。で、この辺をまあきちんと合わせていきますね。ちょっとパソコン、やっぱ重たいですね、これ。ここ今水平にしたかっただけなんですけれども。とこう四角書いて、入れとでもいいんですが、ちょっとやっぱりメッシュを扱っててすごい重たいですかね。ちょっと戻ります。で、接線を先につけちゃいます。接線で、こことここは接線関係ですね。で、こことこちらもですね。で、だいたいこれで合っていて、ここを押し出して、フィレットかければ、あといいですかね。ちょっとスケッチを終了します。ちょっとここちょっとフィレットかけてもいいんですけども。押し出していきます。ここですね。で、こちら側にも少し押し出していきますね。ちょっと、0.7 とか区切り形で。で、両側にしまして、まずベースの部分だけやっていこうと思うので、12.3 とかにすると、それぐらいですかね。で、本当は勾配もつけながら作っていきたいんですよね。そうですね。少しここ斜めになってると思います。あの、金型でこう抜くときにですね、勾配が必要になってくるので、その勾配のせいでも、ちょっといくつかな。歩道とか。すいません。こっちは、マイナス5か。で、こちらをこう、3ぐらいにするんですか。3ぐらいにしますか。今、ベースの形状を作りました。で、フィレットを一部入れていきますね。もうちょっとスケッチから見てもいいですか？まあ、ここでちょっと、この形状を見ながら、だいたいここに合うぐらいで。さっきのスケッチもちょっと見ながらですね。あと、ここにもですね。10ぐらいかな。ちょっとまあ、区切りのいい数値でちょっとやっていきたいと思います。で、こちらもフィレット。3ぐらいですかね。フィレット前、この読み込んできたメッシュレーダーに断面を作成することができるので、その断面を作って、ここに押し出して形状を作っていくことができます。はい。これでベースがまず一旦出来上がりですかね。
で、ここで一旦シェルでくり抜いてしまいますか。まず、ここの部分。で、厚さを、いくらいかな。ちょっと待ちください。ちょっと断面を。断面を切れば、ある程度わかりますかね。この辺の厚み。平面作成で。ちょっと一回スケッチをします。ここの面から、ちょっと次必要なところにたちと合わせていきますか。だいたいこの辺ですか。根元でやった方がいいかな。勾配をつけたいんでね、根元でやったんですけど、まあ、一回ここでいきましょう。厚さをここでちょっと確認してみます。メッシュで、メッシュダメスケッチで、この形状と断面で、こちら。はい、そうしましたら、ここの厚みですね。選べないのかな。一回これスケッチに編集に入りますか。ちょっとだいたいここに線を引いていくつぐらいか。1.5 とかですかね。これが 1.5 とかなので。ちょっと検査で測ろうと思ったんですけど、触れなかったので。ちょっと一回 1.5 っていう形で、シェルでくり抜いていきたいと思います。うん、ちょっとあれですね。パソコンがフリーズしますね。こちらですね。なので、こちらを 1.5 でくり抜きますと。で、いらないところもあるんですが、ここ、うまいカットしちゃうかな。後でつけるので、この辺はいらないですかね。むしろこんな感じですか。で、呼吸します。ちょっとメッシュデータ開きます。あ、ここまで欲しかったのかな。はい、ちょっと。なので、これ後からカットしておいてほしいですね。ここは残しておきます。で、ここはもうちょっとカットっていう感じなので、まあ一応ここら辺までですかね。フィレット入れたところの、ここまで。よいしょ。これじゃあ、こっちを見ながら、必要なところですね。カットしていけばいいですね。では、これ普通にスケッチ入ります。で、ここまででいいみたいですよね。本当はアルドマリだったのかもしれないです。例えばここに書きまして、くっついてない。これを使って押し出しで、こっち方向と、両側にして、こちら側はオブジェクトでこの面まで。で、カットもありですね。まあ、この辺も本当は抜き越えとかつけたりするんですけど、今回省略してます。
重い形を作っていきたいと思います。あと、これもここのラインで、一回終わりになってますけども、ちょっと一回ここ置いときますか。ちょっと一回保存しておきたいと思います。結構大変です。あとこの円のとこですよね。丸いところ。中のですね、テープカッターも収まるところですね。こっち。あ、で、今回テープカッターは、これもう片側もありまして、こう二つ合わせて、テープカッターになるものになります。今回その片側だけを今スキャンして、いるっていう状態です。で、この断面から、を作成していきますね。あ、これは木に取れます。あ、この木に取れました。ここは結構簡単に円を抽出できたので、これを使っていきます。おっと、重たい。まず、これで穴を一回開けちゃいますか。回転じゃなくて押し出しです。で、穴後の方が良かったかな。はい。これで、オブジェクトで、この面までですよね。あとは、対象でなくて、両側。じゃオブジェクトで、この面まで。で、これをどこまでかってことなんですけども、この形状見ながらですね、ちょっとこんな感じで。で、結合したていいですかね。はい。はい。で、本当はこれも勾配とかをつけたいので、例えば勾配で、向き方向で、ここの面に対して、こう角度が入れます。なんとかな。ちょっとスキャンも綺麗にできていればよりわかりやすいんですけれども。で、今回スケッチ断面取ったのがここの部分だったので、ここを基準に今まっすぐ押し刺しちゃってるので、本当は今ここの上のところの断面を取って、それで勾配つけていかないと実際はサイズ合わないですね。どうしようか。わ、重たいな。ちょっと今回細かいところは後でちょっと修正するような形で考えて、ちょっと概ね作るところまで動画にしていきたいと思います。断面を取って押し出しとかで作ってますと。で、今回少し抜き勾配を考慮して、実際必ず作るのを考慮しているので、まあ、今回そうですね、ちょっとスリープリントで作ることを考えたりしてたので、まあ、必ず勾配なくても、いいんですけれども、ちょっとまあ、できるだけこう、考慮してちょっと作っていきたいと思います。あとですね、実際、細かいところ言うと、こういった凹みもあったりするんですけど、まあ、見ながら断面取って作れるとは思うんですが、もうちょっと多めのところちょっとまず作っていきますね。ここの部分、ちょっと作っていきたいと思います。ここについては、そうですね。面があったと思うんですけど。で、断面も取ってるんですよね、ここで。
ちょっとこの上のあたりでちょっと断面取りたいと思います。上のところだけですね、ちょっと断面取りたいと思います。メッシュ断面をスケッチでボディと断面、ここですね、ここの部分の形状を今作っていきます。で、スケッチ編集ですね、ここもちょっと綺麗にちょっと作っていきたいと思います。まず円ですね。ここは円で取りまして、ここについては、そうですね、ギザギザがつくとこですね。これは、閉じたスプーン。ここで一気に閉じたスプーンで取って、ちゃってもいいにはいいですかね。ただここそんなにここ、何でしょう。ここはもう少しストレートに行ってもいいな、なってもいいところなんですよね。そっか、こっちか。ちょっとまたこの辺はちょっと、ざっくりです。この辺ざっくりで書いちゃいたいと思います。ちょっとすみません、大きめに一回書きますね。一緒の段に合わせてっていう方法もあるんですけれども、ちょっと合わせずに今回ちょっとまず書いてみてます。で、この尖ってる部分なので、どうですかね。ちょっとトリムやとこ消しますね。よしと。で、ここをちょっと抽出するかな。ちょっと違うっぽいんですけど、これちょっといきたいと思います。ちょっと固まってますね。で、ここの円弧はやっぱりさっきと同じ。やっぱりこっちで行きますか。あ、OK 押さなきゃダメですね。よいしょ。はい、と。で、延長にしようかな。ここと先生で、こんな感じですかね。あとは立体にしてからまたフィレット入れるパターンですかね。はい。
で、ちょっとスケッチ取れたので、ソリッドで押し出しで。まず一回埋めた状態で作っていきたいと思います。で、両側で。まずこちらはオブジェクトで。この面までで結合。で、ここそのいらない部分をちょっと後から消しますので、一回、結構一回キャンセルします。ここからいらない部分を消さなきゃダメか。先の部分を消しといた方がいいですね。ちょっとここに、スケッチで、このはみ出た部分をちょっと消してなかったので、ちょっとすみません、何回もすみません。ここを押し出そうとすると、一回やってみますか。すみません、ここオブジェクトで、ここの面まで。で、結合。で、はみ出る部分が出てくるので、消さなきゃいけないです。こうした後から消すことを考えまして、で、あとこちらの上も少しあるので、ここをもう少しに上げてきます。はい。で、ここに余分な、こう、はみ出るところとかがこう出てきてしまってるので、ここ多分、ここテニトで消せるかな。微妙なかかり具合なので、ちょっとここ消せないかな。開けましたね。で、あとは、ここの部分をもう一回保存しておきます。ここの部分が本来いらなかった部分なので、ここの部分ですね。今固まって動かないんですけれども。で、色を一回消してみますか。あ、消えました。はい。で、もう一回スケッチ表示させて、この円のところで、穴開けていきます。で、両側で、オブジェクトで、ここまでか。貫通の手はないみたいなんで、こんな感じですかね。穴の深さまでスキャンデータ取れてないんですけれども、まあ、この人の現物とか確認して、取ってますと。まあ、取ってますが、作りましたと。はい。動画して30分やってきましたが。で、あと細かいところですが、フィレットを少し入れて。シーラーも。ほんと小さめですが、入れますか。0.5 か。0.5。一応区切り数値で作りながら。あと、勾配については、この勾配コマンドとか作れるんですけども、まずちょっとベース的なちょっと形状を作っていきたいと思います。で、基本的にこれで概ね出来上がってる感じですかね。ここに少しこの円が、あって、っていうところなので、ここは、作っていきますか。まあ、断面ここうまく取ってあげて、ここで、取ってあげたり、あともしくは、これを見ても、保険ってじゃなくてよかったのか。
だいぶ固まってます。ちょっと逆にこっちの形状ですね。ボディの方の円を取りまして、この裏下げたことを合わせて、ちょっと円を一個描きますと。あ、で、目下合わせると大体まあこんなもんなので、ですね、ここの形が、ちょっとこうギリギリですね。うん、こんな感じですけど、ね、はい。で、あとは、ここにギザギザをある程度つければ、おおむね、スキャンデータからテープカットの半分の形を作っていけてるっていう感じですかね。このギザギザをスキャンできてないので、こうですね。本当はここにギザギザがあるんですけれども、こちらですね。取れてないので、ここはもう、ここにスケッチ書いてギザギザを1個作ってパターンコピーって感じですかね。ちょっとスキャン機に取れてなかった、うまく取れなかったので、ギザギザを、ちょっとす、一応少しちゃんと作ります。対象とかにして。で、角度を、いくつぐらいなんですかね、45度とか。で、ここの高さを1。で、これでパターンコピーしましょう。一応カットしたのをパターンコピーしていきますか。こうで。ロジックで一応ここの面までって感じですか。で、このカットしたのを、不形状パターンで軸はこれ。言ってもいいし、感覚で。本当に細かくですよね。0.9 とか。だっとだっと、ここ0.9。して。端まで。こんな感じですかね。ちょっとスキャンしたのもちょっと一応チェンジやったんですけど、じゃあこんな感じかな。これで、一応まあ片側だけですが、基本的にはできたって感じですかね。あとそっか、もう一個、そうありますか。ちょっと動画すいません、グダグダなってくるかもしれませんが。あとですね、ちょっと途中から抜け工法はちょっと考慮せずにちょっと一部作ったところありましたけれども、まあ、今回ですね、水平で作ろうとしていたので、まあ抜け工法は、必ずしもなくても、積層はできるので、まあちょっとリメイクしたって形で、これでいきたいと思います。ちょっと途中から合わせていくのが、で、動画にしようとすると結構長くなっちゃうなっていうところでちょっと省略していきました。で、今度、ここのはめ込みの部分ですね、ここ、こういった形状があるので、この曲面上断面取るのは難しいので、あ、ちょっとここに平面あったんですね。オフセット平面は作らずに、スケッチ作成で、ここちょっと、この面からスケッチ入っていきます。で、ここちょっと見ながらですね、ちょっとやっていきたいと思います。で、今回ちょっと原点の、
ちょっとここの部分をちょっと基準にやってしまいます。で、カットするんですけれども。ここかな。で、ピレットは後からでもいいかな。ここで合わせちゃいますか。カットする形状として。はい。で、そっか、ミラーか。ミラーで、そっか、真ん中に線いらなかったです。すみません。真ん中に実線いらなかったです。これ消してよかったな。こうですね。で、よいしょ。で、少しここが削られてるっていう感じですよね。はい。では、で、そっか、メントリーが入ってるのか。ちょっとスキャンしたデータ、スキャンしたデータもちゃんとわかります。ここちょっとメントリーが入ってるので、メントリーをこのカードにちょっと入れておきます。1ぐらいかな。あと、ここにも入ってるの、画面とか。はい。で、ごめんなさい、フィルトがちょっといろいろ入ってるところあると思うんですけど、ちょっと一部省略したという形で進めていきたいと思います。で、押し出しで、カットですね、ここの部分。ストレートなのかな？面に合わせてる感じか。そしたらですね、オブジェクトとしまして、この面まで。いや、すみません。オブジェクトで、この面までで、で、オフセット量を1。マイナス1か。で、切り取りっていうかですね。マイナス2ぐらい。2だともうここなかったです。すみません。1ぐらいにしましょう。もう片方、これ、作ってですね、こう、合わせていくんですけども、その分がここにありますね。あとは、細かいところあるかな。あと細かいところですね。ちょっとありそうなんですけれども。ちょっと今回省略してきちゃいます。多分こっちか。あ、そっか。でもこっち、フィルト入ってなさそう。ちょっと一回断面切りますね。あ、大丈夫か。ただ、今ちょっとフィレットが必要でしたね。フィレットが必要とか大きいフィレットも入ってました。それで、ここにこれもあるって感じですかね。ここ。はい。で、この外側にも少し本来はフィレットが入ってる感じかな。0.5 とかか。1ぐらい入るか。はい、ちょっとざっくりですが、ある程度のところまでは今回、テープカタログですね。3D スキャンしたデータから、フュージョン上で断面を取ったりとかしてね、ちょっとテープカタログの方ちょっと作ってみました。
い。まあ、こんな感じで今回完成にしたいと思います。まあ、今回ですね、フュージョン上に 3D スキャンしたデータを取り込んできて、モデリングするっていうのの2回目ですかね。1回目は剣玉の方を、まあ、回転のフィーチャーを基本的に使って作りましたが、今回は、まあ、押し出し機能とかをメインに使いながら、ちょっとテープカートもちょっと作ってみました。で、もう片方もあるんですが、まあ、似たような形状のところをこう作っていく形になるので、まあ、もしちょっと時間あれば、もう一回やってみるかもしれないですが、一旦この動画はこれで以上にしたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。